キンプリ平野市恩も、ジャニーズの一粒事情に迫る。ジャニーズアイドルたちの非生活は常にファンの興味を引き付けていますが、一方でタバコの話題は滅多に上がりません。しかしながら、最近の報道によれば、ジャニーズの中には喫煙者が少なからずいるようです。この記事では、ジャニーズの中でも注目される一粒。 喫煙者、事情に焦点を当て、禁煙の背後にあるストーリーや最新の動向に迫ります。ジャニーズのいっつく、事情ジャニーズアイドルたちはファンに憧れられ、常に綺麗なイメージを維持する必要があります。そのため、一般的にはタバコに関する情報はオープンにされることは少なく、プライベートの一端を知ることが難しいとされています。 しかし、中には喫煙者であることを公言することなく、密かにタバコを楽しむジャニーズも存在します。松岡正宏の禁煙エピソードラジオ番組、時をわカーでの松岡正宏のエピソードが、ジャニーズの中での喫煙事情を垣間見せています。松岡は、かつて重度のヘビースモーカーでしたが、同僚の病気を機に禁煙を決意しました。 このエピソードは、ジャニーズの中には周囲の影響や健康面から禁煙を選ぶケースもあることを示唆しています。電子タバコの普及と若手ジャニーズ最近では、電子タバコが若手ジャニーズアイドルたちの中で広く使われているようです。例えば、嵐の二宮和也は以前、喫煙者として有名でしたが、昨年9月から禁煙を始めたという報道がありました。 この禁煙の背後には、彼女との結婚や妊娠の噂も絡んでいると言われています。また、キング・アンド・ピンスの平野使用も、週刊誌による報道や、テレビ放送での場面から、電子タバコを含む喫煙の可能性が浮上しています。平野使用の喫煙疑惑平野使用に関しては、 まだ公式には喫煙を認めているわけではありませんが、週刊誌の報道やテレビでの放送により、喫煙者である可能性が浮上しています。特に、紅白歌合戦のリハーサル時にメンバーと一緒に喫煙所にいたという報道や、楽屋の机に電子タバコのアイコスが置かれていたという場面が注目を集めました。 電子タバコの使用は若手ジャニーズアイドルたちの間で広まりつつあるようで、その背景には何があるのでしょうか。電子タバコの普及とジャニーズアイドルたちの洗濯喫煙が一般的には健康に害を及ぼすことが知られていますが、アイドルたちにとっては様々なプレッシャーやストレスがかかる日常の中で、一服のタバコが一種の癒しやリラックスの手段となっているようです。 電子タバコはその中でも特に若手ジャニーズアイドルたちの間で普及しており、その理由は何なのでしょうか。二宮和也の禁煙と変化戦術のように、嵐のメンバーである二宮和也は昨年9月に禁煙を始めたとされています。これによって、彼の私生活に大きな変化が訪れました。 報道によれば、二宮は禁煙のきっかけとして、かねてから交際していた彼女が妊娠している可能性があるとされています。そして、同年11月には結婚を発表し、そのタイミングでの禁煙が注目を集めました。アイドルたちにとっては、禁煙が新しい人生の章を迎えるきっかけとなることもあるようです。 平野仕様の喫煙疑惑と電子タバコの普及一方で、平野仕様についてはまだ公式には喫煙を認めていませんが、週刊誌やテレビの報道によれば、彼もまた喫煙者である可能性が高まっています。電子タバコの普及とともに、若手ジャニーズたちは喫煙に対する姿勢にも変化を見せています。 これは単なる娯楽としての喫煙だけでなく、ストレスの発散やリラックスの手段としての側面も持っているようです。ジャニーズの一く、事情ジャニーズアイドルたちの中には、ファンに向けて精廉潔白なイメージを守りつつも、喫煙者として一くの時間を楽しむ者も,もいるようです。特に若手ジャニーズたちの中では、電子タバコが一般的になりつつあり、 禁煙や喫煙に対する姿勢が変化している様子が見受けられます。松岡正宏や二宮和や平野耀など、ジャニーズの面々が抱える様々な事情と、それに伴う喫煙習慣の変遷について取り上げてみました。喫煙にまつわるジャニーズアイドルたちのこれからの動向にも注目が集まります。